ダイナモのインク効率を超悪くしたり、インクロックの時間を超長くしたり、硬直を超長くする代わりに最大ダメージを220にするという強化が自分の中にあります。パーサー的には今のダイナモとこの強化のダイナモどっちが強いと思いますか？まあ、100% 今のダイナモの方が強いですね。それだと今より硬直長くなったら、そもそも攻撃する前に全対面負けます。もう相手はさ、射程が短いやつはもう詰めればいいだけやから、全部の対面負けちゃうな。あ、どうもパンケーキでーす。毎日ダイナモ生活100何日目かちょっと分からへんけど、ちょっと危ない。よし、で今回ちょっとお気づきの方もいると思うんですけど、まあ、分かる人には分かる、めちゃくちゃ懐かしいギア使ってるこれ、まあ、いわゆる初代ダイナモローラーのテンプレギアみたいなやつですね。ゾンビステジャンの。かつてね、ダイナモ使いはね、これしか、あれ？どこ行った？そっちか。そこまで行ってたんか。かつてダイナモ使い、まあ、ほぼこの見た目のギア使ってた人が多かったんちゃうかなって感じのギアを使ってます。もう初心を思い出して。もともとダイナモンさんがよく使ったギアなんかな、これは。で、もうなんかダイナモ使いのテンプレみたいになってますよね。超懐かしい。超懐かしい。なんかイカちゃんがあの頃より、なんていうんやろ、スタイリッシュになったというか、頭身がちょっと、なんていうの？上がったというか、感じが、同じギアをつけてみるとよくわかりますね。なんか垢抜けたよね、イカちゃんも。いれ。垢抜けた感がありますな。ちょっとゾンビが発動せんけど、キルとってもモテるから。いや、そう考えたら初代のゾンビめちゃくちゃ強いよな。無条件でさ、復活時間、早くなるんよ。えぐいってそんな。よいしょ、それはやっちゃうね。ん？はい。さらには、パンケーキ。ここからやっていく。ワイプアウティングをしっかり取っていくのはこの男パンケーキ。しっかりと詰めていき。これはしっかりと自分ワイパーに攻撃を当てて、当てて、当ててやられていく。え、なんで？なんで台下の僕に攻撃が当たるんですか？ね、台下の僕に攻撃が当たる理由を教えて。理屈を。僕やっぱね、理屈でスプラトゥーンやってんで。ちゃんとね、納得できる理屈を持ってきてもらわないとね、ちょっと。やっぱ僕、理論派なんで。うん。理論派スプラプレイヤーなんで、僕。さて、ね、完全にね、ゾンビが無駄になってる。キルが取れてしまう。強すぎて。強すぎて、キルが取れてしまう、この男、パンケーキ。ちょっと、僕の、自分の強さを計算に入れてなかったの、これ。自分の強さを計算に入れてなかった。完全に。やらかし。これはやらかしか。ね、ギア選び、自分が強いことも念頭に置いてください。まあ、ドリンクがあるからね。ドリンクが発動してるときはいいんですけど。いて、なんすか。なんすか。クイックボムで簡単に倒すのやめてもらっていいですか。しかもなんか復活遅いし、なんで？え、ゾンビは？あれ、今僕なんか倒したっけ？倒してないよな？え、なんで？その一個前がドリンク飲んでて、あれか、相打ちで僕の方が、後に死んだ判定なのかな？違うわ。僕の方が先に死んだ判定か。うわ、そ、音で判断してますから、あれなんですよね。この細かな位置までちょっとわからないですよね。やばいなーこれ。帝王で。帝王で突破される。なんで？なんで今のやらない？よし。よし、ゾンビゾンビ。ゾンビ発動。ゾンビ発動やけど、なんか相手の、え、進み早くね？なんそれ？世界救ってる、世界、あ、リードされた、世界救いかけたのに、クソ。でもまだある、まだある、まだある、まだまだ世界を救うチャンスはいくらでもある。
うわあ、一発当たったのにな。これ超削れてる、超削れてる。乗れた、一瞬乗った。うわあ、そこな。世界救いかけたのに一瞬乗れてればな。一瞬こっちが矢倉埋まってればワンチャンあったよな。くそ、惜しい。マジか。毎日立体に抜かれ、ペナアップを押し付けられて悲しくなり、トーピードに発狂してミラーのジムにボコられ引退したくなる。なのに自分が立体を持って相手にたまたまいたダイナモを抜き続けても何の感情も湧かない。もみじでダイナモに時投げまくっても何の感情も湧かない。ジム持っても何も感じない。これの現象の名前教えてください。でも僕ダイナモ以外持たへんからな。そうあんまりなったことがないねんけど、あんまりっていうかなったことがないねんけど。でも僕あの強い武器持ってさ、まあ、たまにさあのジムワイパーとかで持ったりするけど、全然ダイナモもあのダイナモ倒せたら嬉しいよ。だからちょっと気持ちが分かってあげれんな。全然あダイナモ悲しいなって思いながら普通にボコボコにするよ。なんかダイナモを倒せたら嬉しい。ダイナモでも敵倒せたら嬉しい。強すぎ。これ相手ジムロング相手か。嫌やな、嫌な編成やな、ジムロング相手は。よし、ほら、よいしょ。しっかりと周り塗ってドリンク吐く。はい、ジムやる。ナイス。ちょっと待って、あそこのさ、後ろでさ、ちょ、お前、あそこのさ、後ろでさ、ボール遊びしてるクラゲ、お前邪魔。お前それ、なんか、動くからさ、そのボールが。もう敵がなんか、ぴょんぴょん跳ねてるんやと思っちゃうって、それ。やめてくれ、それ。邪魔すぎるだろ、それ。試合中、静かにしといてくれよ、周りで。恋愛相談です。最近気になっているクラスメイトがいます。友達を介して好きなタイプを聞いたら無害な人が好きと分かりました。その友達曰く私にとって無害な人が好きとのことです。ここからの打開策が思いつきません。どうすればいいのでしょうか。打分長文失礼しました。もう私にとって無害な人が好きっていうのはあれよね、その質問者さんにとってってことじゃなくて、その好きな人にとって無害な人が好きってことよね。まあ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 、じゃあ無害な人になればいいんじゃないか。害を与えないようにすればいいんじゃない。まあ、世の中の大半の人間がその人にとって無害よね。別に関わらんかったら害はないもんなって思うと難しいね。どうしたらいいんやろ、そこから難しいな。でもやっぱあれじゃない、そので無害でかつそのまあ世の中に大勢いるその人にとって無害な人の中でも一番になれるように、まあそのなんていうの、頑張れるところを頑張ってんじゃない。そのなんていうんだろうな、まあ簡単な、なんていうんだろうな、まあ見た目の変化、見た目の変化はちょっと簡単じゃないな。簡単じゃないかもしれんけど。まあ、変えられるところって言ったら、まあ、見た目のね、変化。なんやろな。まあ、ちょっと好きな人のために努力してみるとか。ね。そういうことなんじゃないでしょうか。あんまわからんけど。でもどうせんやろな。無害な人が好きってなんか難しいな。無害な人が好きってどういうことよ。でも僕あのね、ちょっとそっちのそのあなたの好きな人に言わせてもらいたいんやけど、あのね、無害な人が好きって言うやん。でもその人のことを好きになった瞬間、その誰かを好きになった瞬間、その好きな人はあなたにとって多少なりとも害を与える存在になります。だから無害な人を好きで居続けるのは難しい。だって好きになったらさ、その人のことを考えてしまって、なんかこの人は自分のこと好きなんやろうかとか考えちゃうやん。まあ、そういう意味ではさ、やっぱちょっと自分にとって害のある存在になってしまうぞ。今にやれんのか、危ね。
長すぎ、長えずる。だがすぐに復帰してドンよ、そしてドンよ、矢倉に乗りますよ、矢倉にドンよ。そして危ない、矢倉に絶対乗らせないトルネードやめてくれ。それこれ僕バレてる、バレてるな。うわやれんのか、くっそー、それはバレてる。どうしよっかな、これ。これどうしたらいい？相談です。どうしたらいいでしょうか？ここからどうしたらいいでしょうか？僕も相談したい。ここからどうしたらいいでしょう？うわ、これ。ラグくないっすか、相手。そう、ほんまにこのラグの部分どうにかなりませんか？やべ、見せちゃった。別にそんな、ナイスやけど、ごめん。うわぁ。これ直？一発で死んだところ直よね、これ。あの斬撃さ、縦に範囲広すぎん？今思ったけど縦にめっちゃ範囲広いな。ナイス、オッケー、ナイス。うーナイスナイスナイス、オッケーオッケー、止め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 、よし、オッケーオッケーオッケー、あとは守り、あとは守り、しっかりとゾンビで復活してラストよ、このラストの潜伏。ちょっとトルネード早くの、早いんじゃないそれ。ナイスナイス、しよしよしよし、あーどっす。いや、あのワイプアウト天才、マジでナイス。いやー、なんかこの見た目でやるとめちゃくちゃ懐かしかったな、可愛い。そしてあの肌の色とかね、服装なズボンとかもなんか初代に合わせました。ナイス。